たた大丈夫かカタ、お前バイトの時間中ずっと痛そうだったじゃん。レッドのやつほんとムカつくわ。あいつ仕事に差し支えるから利き腕だけは勘弁してくれって言ったったのにさ、そっちばっかりになってきやがってよ。あ、なんかさっきから酸っぱい匂いするな。あの僕今日からあの酢飯だけのバイト始めたから。あの土屋で酢飯炊いてるんです僕。あ、聞こえんねえな。寿司屋で酢飯炊いてるんです。あれから10回以上忘れたぜ。おい、嫌なやつだな。そうそう、嫌なやつなんだよレッドは。え、あ、おい、おめえらフロシャイムの怪人だろ。え、あ、そうですけど。なぜそのことを。あれ、バンプから聞いたことね。ええ、僕らまだフロシャイム入ってから日が浅いんで。俺昔フロシャイムと戦ってたんよ。そうなんですか。レッドとつるんで気象戦隊ってチーム組んでたんだよ。当時あいつウェザーレッドって名前で、俺ウェザーブルー。ウェザーレッド、初耳。マジひどいネーミングセンスだよな、気象戦隊って。じゃあレッドさんが晴れで、ブルーさんが雨ってことですか。そうそう、そういうコンセプト。ああ、なるほどね。組んでたってことは今は解散されてるってことですか。まあはっきり言って俺とレッドが仲悪くて。そんな漫才コンビみたいな理由で。一緒だって、漫才コンビも正義のヒーローもよ。そうなのか。まあ直接の原因はレッドが俺の千秋ちゃんに手を出したことだけど、あの時は殴り合いの喧嘩になってよ、最終的に女を取るかチームを取るかってとこまで行っちゃってさ、で結局絶交したんだよ。絶交って。それいけアニマルソルジャー。可愛くないもん。僕は全然可愛くなくないよ。だからコーヒーだってブラックで飲むよ。見てて飲むから。そのまま飲むと口の周りが汚れるのでストローを使っているのだ。かわいいじゃねえか。何？ブルーの野郎、そんなデタラメ言ってやがったのか。ふざけやがって。っていうかこのニッコロガシは何だ。バンプ様からカイトさん、いえレッドさんに持っていくように言われて。何なんだお前らのそのご近所感覚は。で、あ、ブルーさんの言ってた。ああ、ちげえよ。千秋ちゃんと付き合ってたのは俺で、あいつがちょっかいかけてきたんだよ。本当ですか。お前どっちの言うこと信じんだよ。いや、別にどっちと付き合ってようが僕には関係が。ああ、レッドさんです。先輩、先頭レッドさんです。くっそ、腹立つわ。どこで会ったんだブルーと。電車の中で。ああ、ブルーさんね、武蔵新城で降りてきました。あいつ今新城に住んでやがんのか。おい、ちょっと今から新庄行ってブルー探してこい。あいつに文句言わなきゃ気が済まねえわ。いや、なんで僕たちが。あ、それに武蔵新庄って言ったって範囲広すぎませんかね。あ、そうだ、俺ブルーさんの携帯知ってますよ。今度戦ってくださいよブルーさん。気が向いたらな。じゃあ競馬教えっからたまにかけてみろよ。ちょっと待ってください。貸せ、携帯貸せよ。俺あいつの番号知らねえんだからよ。いや、じゃあ番号教えるんでお宅の電話でかけてもらってもいいです。くせえな、貸せよ。ああ、分かりました分かりました。じゃあ僕がかけるんで変わりますんで。それから、あれ出ないなブルーさん。貸せこら。すいませんすいません、レッドさんもう電気がないんで、電気切れちゃうと困るんです。彼女からかかってくるとことになってるんで。ねえ、嘘つきやがって。まだ電話かけてねえじゃねえか。電池も満タンだし。もし、なんだよ、もうかけてきたのかよ怪人。どうも、あなたのレッドちゃんです。なに、レッド？珍しいじゃん。で、なに？なにじゃねえだろ、このタコ。あることないこと怪人に言いやがってよ。なにが？千秋ちゃんは俺の彼女だっただろ。お前当時別に付き合ってる子いたじゃねえか。恋愛は理屈じゃないんだよレッド君。おお、さすがはホストらしいお言葉ですね。ホスト？ああ、だからあんな時間に電車乗ってたんだよ。仕事の帰りだったんだ。言っておくけど
千秋ちゃんはな、俺のこと好きって言ったんだぞ。俺だって言われたよ。ていうかうっぜえよお前、いつまでも結婚した女の話してんじゃねえよ。え、ちょっと待てよ、結婚したの？そうだよ。そう、聞いてないよ俺。いつ？え、一昨年？そんな前に？え、居酒屋のマスターと、あの俺たちがよく言ってた、なんか様子が変わってきたな。それでマスターの田舎の大阪に二人で戻った？でお前ホストクラブいつ休みなの？うん。飲みに行こうぜ今夜。なんか仲直りしちゃってますけど。うわ、りょうが。ああ、千秋ちゃんなら知ってるよ。私昔千秋ちゃんの水泳教室の生徒だったから。そろそろ助けてみましょうか、バンプさん。まだ無理です。私当時金槌でね。で、千秋さんは結局ブルーとレッドのどっちの彼女だったんですか？え、どっちの彼女でもないよ。二人から言い寄られて迷惑してただけ。二人とも友達として好きって言っただけなのに。そうそう、懐かしいな。よくボッコボコにされたよ、あの頃も。気象戦隊ウェザー3、ウェザーレッドにウェザーブルーにウェザーイエロー。え、ウェザーイエロー3人もいたんですか。今明かされる衝撃の真実、サンレッドは昔戦隊ヒーローだったのだ。世界征服を果たすため我々は手段を選ばない。無機物との融合による怪人の戦闘力の向上、フロシャイムの科学力はサンレッド抹殺のため恐るべき怪物を生み出した。いでよ合体怪人水道管アゲハ。バカかてめえら、合体させんならもっと他にあんだろ、ビームライフルとか。今回は初めてなんで探り探りで。でも水道管もなかなかの凶器ですよ。刑事ドラマとかで犯人なんかがよく使うじゃないですか。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。このコーナーも第6回目。今日も張り切って男の簡単クッキング。さあ今日の料理もとっても簡単。その名も白菜と豚バラの簡単お鍋。それじゃあ材料の紹介。まずは白菜ね、4分の1程度。あと豚バラ 300g ぐらい。あとバター1かけら。それに塩コショウ。以上を準備して。じゃあ早速お料理。画面を参考に白菜と豚バラ肉を切っておきましょう。焦げ付き防止のために水をお鍋に少し入れましょう。だいたい大きなスプーンで 2,3 倍で OK。そこにバターを入れて、さらに白菜、豚バラを適度な量で交互に敷き詰めていき、お鍋に山盛りにしちゃいましょう。次はお鍋に蓋を乗せて、弱火で白菜がしんなりするまで煮込みましょう。白菜の水分で普通のお鍋のようになったら、塩コショウでお好みの味をつけて、はい、出来上がり。白菜と豚バラの簡単お鍋。うん、これいけるっす。お好みでレモンの輪切りや醤油を入れてもグー。辛いものが好きな人はラー油を少し入れてもいいかも。残ったらラーメンの具にしてもうまさっす。いかがでしょう、ヘンゲル様。乗馬マシンか。乗馬は大腰筋を鍛え、姿勢を補正し、腰痛予防にも効果的だが、問題はこれが展示品だという事実。安く購入できてもすぐ故障しては意味がない。売れてしまうリスクはあるが、的確な判断を下すにはもう少し時間が必要だな。よし、また明日市場に来るぞ。は、はい。フロシャイム西東京支部幹部のヘンゲル将軍は恐るべき分析能力の持ち主である。またいいじゃんいいじゃん。俺の前に立つな。シャス、お前新入りか。まだ青いな。レイさん、自分閉めちゃいましょうか。チンピラみたいな真似すんな。先生、僕かわいいね。どこ行くの？お姉ちゃん連れてってくれる？登ってこい、俺のところまで。銀座で焼肉、レイジさんのおごりです。ごちになります。